2番目ですけど、P が MER にします。それで前回やったのが点値の PP イコール I2 ということと、PW イコール VW ですか。これは2の VW で成立するってことですか。VW が R2 ですか。それと、これが列ベクトルが P1、P2 というふうな P、今日早速使っちゃったいましたよね。内積ゼロだってことですね。で、大きさ1。これ3本は、3本というか、3つの、条件、必要十分条件ですね。これは前回示したことで、これが成立することと、P が直交だってことが定義です。どちらか3つ条件あるんだけど、必要十分ですからどれか1つ成立すればいいわけですね。で、1番目は、P1P2 が、両方直交だったら、なんだっけ、積が直交、これは問題です。これはですね、これどうですかってもできるんだけど、大丈夫かな。T の P1P2 ですか。この P1P2 の積ですね。で、今日やったんですけど、A が M かける N、B が M 行 N 列にしましょう。これ N 行 M 列にしましょう。そうするとかけられますね。で、点値 AB を点値したら、点値の B、点値の A になりますね。これを今日やりました。来週もう一回、もうちょっと別の形で証明しますけど、で、これ使いますね。そうすると、点値の P2、点値の P1 の P1、こうなってるけど、掛け算は、やり方いろいろあるけど、こうしてもいいわけね。同じなわけ。で、これ I2 ですね。点値の P2 の I2 の P2 ですから、これ点値の P2 で、これ I2 になりますね。いいですか。これイコール I2 ですか。というわけです。だから、この条件使うが成立するから、OK ですね。で、もう一つの方、3つも使えるんですけど、これ1にしましょうか。で、どっちだっけ、P2 直交だから、こうですか。これが成立します。これ P2 直交です。それで、さらにこれ、P1 も直交だから、これも整理しちゃいますね。これ W ですね。すいません。で、そうすると、これイコールこれなんだから、より P1、P2 直交ですね。それで、せっかくだからもう一丁やると、ちょっと場所なくて困るんだが、じゃあ、3つ目の条件も使えるっていうの分かる？P1P2 はやめて PQ にしてください。PQ が直交にしましょうか。で、P はそのままでいいのか。はそれでいいんだ。で、Q は、
9192にしてください。そうすると PQ ってのは P の91 P の92という2列がありますね。でちょっとあまり深めてないんですけど、この条件を見ると、実は必要十分条件なんですけど、必要条件として V と W が等しいとき、PV の、まあ、事情を後で消すだけなんですけど、大きさも保ちます。いいですね、大きさを保ちます、だから P の91の大きさというのは91で、これ P 直行ですからね。ですからこれ1ですね。で同様に P の92は P が直行だから大きさ保って1です。ちゃんと言えばよかったな。で P の91 P の92というのはこれ内積ですけど、これ91と92の内積ですね。 P 直行だから、でこれ0ですね。だからこれからこれから PQ は直行ってことが分かります。まあこんな風な証明3種類は どの条件でも示せますね。補足問題ですけど、これとこれが必要十分条件であることを補足は逆を示すってことですね。これとこれの必要十分2の VW なんですけど、これを示してください。こちら側を示す。左から右は明らかなんだけど、右から左は大丈夫ですか。でちょっとヒントを書いとこうかな。ヒントはですね、ヒントはどうだっけ、V の事情プラス2倍の これがヒントになるかどうかはよくわからないですけど、これ引いてみたらある公式が出ます。これを引いて出てくる公式をよくにらんでると出ちゃいます。まあ書いちゃうと VW は、いや僕は覚えてなかっただけなんですけど、なんだっけ、あ、違う、引くんだから V プラス W、 こういう感じですか。これを使うといい。さてそれで、まだ問題の続いてて、2番目の括弧の2があって、括弧の2は何だっけ、2が2ですけど、P が直行ならば、点地の P も直行ですね。それでちょっと待ってね、点地の PP イコール I2 ですか。どっちだっけ、どれでしますか。あんまりこの回答でいいのかな。これ整理しますね。でこれ1ですね。で今日やったんですけど、まだ二次正方形列しかやってないんだけど、AB 積の AB の行列式は A の行列式 B の行列式です。そうするとこれしまったかな。でこれも実はやってるんですけど、点地の A、これは喋った記憶があるんですけど、
S1 タームで展示しても業種変わらないですね。まあやってみますか。 A の方は ABCD で ABCD です。 AD ちょっと恥ずかしいで、展示したのは AC の DD で、やっぱり AD 引く CB なのか BC、 CB を BC も同じですね。これ等しいですね。だからこれあります。だからこれから P の事情が1ですね。生息であることを示すだけなんで、これからP の行列式消えないんで、P は生息ってことを出すだけです本当は。ですから、まあ、いずれにしても P の P はプラス、行列式はプラスマイナス1より P 生息ですね。でそれだから P の TP も I2 が分かりますね。それで点値の点値の P、 点値の P ですけど、これ P の点値の P ですから、これ I2 より点値の P は正則になります。こういうことが分かります。というわけです。さて、これで十分ですね。まあ基本的にこれはもう率直に言うと、これP がちょっと見えてる人ほとんどでしょうけど、点値の P は P は正則で、点値の P が P インバースです。これちょっと注意しましょう。さて、で2番おしまいで。